吉田松陰さんが勤代史妃、京都府立図書館前、京都市左京区。吉田松陰は、江戸時代後期の日本の武士、思想家、教育者。山賀龍平学師範。明治維新の精神的指導者、理論者。松下孫塾で、明治維新に、重要な働きをする多くの若者へ影響を与えた。幼児の名字は杉。幼名虎之助。吉田家に、 養子入り大二郎と改める。通称は虎二郎。意味名は、乗り方。字は義教、号は、松影のほか二十一回申し。安政元年十一月二十日に、二十一回申告説。で、松影はこう記している。文に、いく、二十一回申こと、たちまち里しむ。よって思うに次は二十一の、ぞあり。吉田の字もまた二十一回のぞあり。 我が名は虎、虎は虎に属す。虎の徳は、竹島り。吉田松陰前集第一巻二十一回もこの、十一の由来は、杉の木を分解すると、十と八で十八、三が三で、計二十一。吉田は、死と十で二十一、ろと口で貝という意味である。文政十三年八月四日、長州萩城下松本村で、長州藩市。 杉百合之助の次男として生まれる。天保五年、おじで、山賀流平学師範である、吉田大輔の養子となり、兵学を治める。天保六年に、大輔が死亡したため、同じくおじの玉木文の心が開いた、松下村塾で指導を受けた。九歳の時に、名林館の兵学師範に就任。十一歳の時、藩主。 毛利義ー・への御前講義の出来栄えが見事であったことにより、その才能が認められた。13歳の時に、長州軍を率い西洋艦隊撃滅演習を実施。15歳で、山田またより、長沼流兵学の講義を受け、山賀流、長沼流の江戸時代の兵学の総壁を収めることとなった。松影は、子供時代。 父や兄の梅太郎と共に畑仕事に出かけ、草取りや工作をしながら四書五経の素読、文政十年の章、新国由来、その他、第三葉の詩などを、父が音読し、後から兄弟が復唱した。夜も仕事をしながら、兄弟に章授け本を読ませた。しかし、阿辺戦争で、清氏が西洋列強に大敗したことを知って、山賀竜兵学が、 時代遅れになったことを痛感すると、西洋兵学を学ぶために、海英3年に、九州に留学する。ついで、江戸に出て、佐久間正山、朝香盆斎に支持する。海英4年には、交流を深めていた日ご飯の宮部定蔵と、山賀求美にも学んでいる。海英5年、宮部定蔵らと東北旅行を計画するが、出発日の約束を守るため、 長州藩からの箇所手形の発行を待たず脱藩。この東北遊学では、水戸で、藍沢聖司祭と面会、合津で、日清館の見学をはじめ、東北の鉱山の様子などを見学した。秋田では、相馬大作事件の現場を訪ね、津軽では、津軽海峡を通行するという外国船を、見学しようとした。江戸に帰着後、罪に問われて、史跡剥奪。 よろ没収の処分を受けた。枯れ、六年、ペリーが裏側に来航すると、死の佐久間昇山と黒船を、遠望観察し、西洋の先進文明に心を打たれた。この時、同志である、宮部帝蔵に書簡を送っている。そこには、聞くところによれば、彼らは、来年、国書の回答を受け取りに来るということです。 その時にこそ、我が日本刀の切れ味を見せたいものでありますと、記されていた。その後、死の勧めもあって、外国留学を決意。同郷で、足軽の金子重之助と長崎に寄港していた、プチャーチンのロシア軍艦に乗り込もうとするが、ヨーロッパで勃発したクリミア戦争に、 イギリスが参戦したことから同官が予定を繰り上げて、出航していたために果たせなかった。1853年旧暦8月に、藩主に意見書、書及び資源を提出し、諸公が一致して、幕府を助け、外交に対処することを説いた。慣営7年、ペリーが、日米和信条約締結のために再興した際には、金子茂之助と二人で、 海岸に繋いであった漁民の小舟を盗んで、下田港内の小島から機関砲破綻号にこぎ寄せ、乗船した。しかし、3月27日とこは、拒否されて小舟も流されたため、下田奉行所に自首し、天馬長老屋敷に投獄された。幕府の一部ではこの時に昇山、松影両名を資材にしようという動きもあったが、 河地俊明の働きかけで老中の松平正し、方、老中主座の安倍正宏が反対したために除名、国元実居となった。長州へ完走された後に、野山国に優秀された。ここで、富永雄林、高須久子と知り合い、彼らを含め11名の同州のために、論語、申しを講じ、それが、元となって、公盲世話が成立することになる。 この獄中で、密航の動機とその思想的背景を、優秀録に記した。安政2年に出獄を許されたが、杉家に、幽閉の処分となる。安政3年8月22日、禁錮中の杉家において、武教前書の講義を開始した。安政4年に、叔父が主催していた、松下孫塾の名を引き継ぎ、杉家の敷地に、松下孫塾を改熟する。 この松下孫塾において、松影は、草加玄瑞、高杉晋作、伊藤博文、山形有朋、吉田敏マロ、入江九十一、前原一世、品川八次郎、山田明義、野村康史、渡辺よもぎ造、河北義次郎などの面々を教育していった。なお、松影の松下孫塾は、一方的に師匠が、弟子に教えるものではなく、 松影が弟子と一緒に意見を交わしたり、文学だけでなく、登山や水泳なども行うという、生きた学問だったと言われる。安政5年、幕府が無直挙で、日米修好通商条約を締結したことを知って、激怒し、真鍋洋劇作を提言する。真鍋洋劇作とは、老中主座、真鍋昭勝が、公明天皇への弁明のために上洛するのを捉えて、 条約破棄と上位の実行を迫り、それが受け入れられなければ打ち取るという策である。松陰は、計画を実行するため、大砲などの武器弾薬の借用を藩に願い出るも、拒絶される。次に、伏見にて、大原重徳と参勤交代で、伏見を通る毛利高地下を待ち受け、刑に入る伏見洋画策への参加を計画した。しかし野村は桜を除く。 草加玄瑞、高杉晋作や桂小五郎ら弟子や、友人の多くは、伏見洋画作に反対もしくは辞嘲を唱え、松影を失望させた。松影は、真鍋洋劇作や伏見洋画作における、反政府の対応に不信を抱くようになり、総合屈期論を唱えるようになる。さらに、松影は、幕府が、日本最大の障害になっていると批判し、倒幕をも持ちかけている。 結果、長州藩に危険死され、再度、野山国に優秀される。安政6年、梅田雲斌が幕府に捕獲されると、雲斌が萩に滞在した際に面会していることと、伏見洋画作を立案した、大高又次郎と、平島武次郎が雲斌の文化生であった関係で、安政の大国に連座し、江戸に乾燥されて天馬長老屋敷に投獄された。 表情書で幕府が松陰に問いただしたのは、運品が萩に滞在した、際の会話内容などの確認であったが、松陰は、老中暗殺計画である、真鍋洋劇作を自ら進んで告白してしまう。この結果、松陰に死罪が宣告され、安政6年10月27日、天馬長老屋敷にて執行された。去年三十。誕生地にある、吉田昌院と、 金子茂助の造報告さんへ院にある吉田松陰の墓、天下は万民の天下にあらず、天下は一人の天下なりと主張して、半孔明林間の元学徒を山形大家と論争を行っている。一人の天下ということは、国家は天皇が支配するものという意味であり、天皇のもとに万民は平等になる。熟成には常に情報を収集し、 将来の判断材料にせよと説いた。これが松陰の肘長目である。自身東北から九州まで足を伸ばし各地の動静を探った。萩野の山国に監禁後は弟子たちに触覚の役割をさせていた。長州藩に対しても主要藩へ情報探索者を送り込むことを進言し、また江戸や長崎に留学中の者に、 法治省を特別に支給せよと主張した。松影の時代に対する優れた要件は肘長目に追うところが大きい。総毛は、申しにおいては、草木の間に潜む忍者を指し、転じて一般大衆を指す。クッキは一斉に立ち上がることを指し、在野の人よ、立ち上がれの意。安静の大国で習慣される直前4月7日。 友人の北山康代にあてて書いた書状の中で、今の幕府も諸行も、もはや水人なれば、不知の術なし。総盲空気の人を望む外来なし。されど、本藩の恩と天長の徳とは、いかにして忘れるるに肩なし。総盲空気の力をもって、近くは本藩を維持し、遠くは天長の中高を補佐したてまつれば、ヒップの量に、服がごとくなれど、 新州の対抗ある人と言うべしと記して、初めて用いた。優秀録で、今急部備を治め、簡略具張り、略たらば、すなわちよろしく、絵像を開拓して、諸行を封建し、魔に乗じて、か爆殺か、とかを奪い、琉球に悟し、賞金改道することない諸行とひしからめ、朝鮮を攻めて、質を入れ見継ぎを奉じ、古にしの政治のごとくにし、来たは、 満州の地を咲き、南は、台湾、ルソン諸島を治め、新種の勢いを進む示すべしと記し、北海道の開拓、琉球王国の日本領下、李氏朝鮮の日本への属国下、そして当時は、新領だった、満州や台湾、スペイン領東インドと呼ばれていた、フィリピンロシア帝国領のカムチャツカ半島や、オホーツク海沿岸という太平洋、北東部沿岸から、 ユーラシア大陸内陸部にかけての領有を主張した。その実現に向けた具体的な外交を、軍事策を松影は記さなかったものの、松下村塾出身者の何人かが明治維新後に政府の中心で活躍したため、松影の思想は日本のアジア進出の対外政策に大きな影響を与えることとなった。吉田松陰の石碑、百年一瞬耳。 百年の時は、一瞬に過ぎない君たちはどうか、いたずらに時を過ごすことのないように志を立てて、持って、万事の源となす志子は高学にあるを忘れず満喚の、書を読むに、日ざるよりは、ネインゾ、一個の老をかろんずるに、日ざるよりは、ネインゾ町民の安きをいたすを縁。ひとしとは、人なり。人に、日ざれば、人しなし、近従これなり。人しなければ、人に日ず。 近中に近きぜなり必ずやひとしと人とと、あいあいするを待ちて、道とゆべし。たとえ獄中にありとも敵害の心ついたちとしてはするべからず。いやしくも敵害の心忘れざれば、ついたちも、学問の切磋を怠るべきにひず。己に、真の志あれば、無視はおのずから引き去る、恐るるに足らずおよそ生まれて人たらばよろしく人の。 近中に異なるゆえんを知るべし体は私なり、心は、公なり公を役にして、私に、純物を小人となす人喧具ありといえども、おのおの十二の才能なき話皆と合わして体制する、時は必ず善備するところあらん。死し,して、普及の見込みあらば、いつでも死ぬべし生きて、大行の見込みあらば、いつでも行くべし先生から何のために、学問するかと問われたことを記憶す。 先生曰く、学者になるのはつまらない。学者になるには本を読みさえすればできる。学問するには、立志ということが大切である。松影の写真なるものが存在するが、松下孫熟生の中でも、昭和時代まで生きた、渡辺よもぎ像が、松影のものではないと否定している。ただし、この写真は、絵画を撮影したものの一つである。日本では、 幕末から近代にかけて、陽明学が重要な思想とされ、松陰を含めて、熱心に読まれたのに対して、新朝では、陽明学は忘れられていた。新朝末期の動乱、とりわけ日清戦争以後、明治日本に、新末の知識人が注目するようになると、すでに、中国本土では推微していた、陽明学にも注意が向けられるようになった。明治期、 中国からの留学生が増加の一等をたどるが、そうした学生たちにも、この明治期の陽明学熱が伝わり、新しい中国の国づくりを考える若い思想家、運動家の中でも陽明学が逆輸入され、読まれるようになった。陽明学という故障が中国に伝わったのもこの頃で、松陰の著作も中国で読まれるようになる。後に今分、供養学ぶを掲げる行為は、 吉田松陰の有質文庫を含む陽明学を研究したと言われる。また、後位の弟子の両慶長は1905年、上海で松陰文書を出版するほど陽明学を報じた吉田松陰を商用した。ありがとうございます。